主は知識を流しませり、その死によりてぞ我は生きる。主は道地の元離れ、わびしき世に下りませり、主は許しと慈しみと救いをもてくだりませり、委ねきたままの身にぞまる、皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。今日も素晴らしい、ゲストを迎えしています。小澤清也さんをご紹介いたします。こんにちは。こんにちは。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。本当に、素晴らしい、癒される、素敵な歌声ありがとうございました。ありがとうございます。1曲目の賛美歌ですよね、これは。はい、はい、これは、何か、ご自身のなんか思い入れのある曲ですか。はい、はい、そうですね。私がその礼拝の中で、はい、本当に神様に御言葉をいただいて、うん、神様のために自分を使ってくださいっていうふうにお祈りをしたときに、その時のその応答の賛美で、でもその時はもうその歌詞にもううわーってなって、こう泣いて歌えなかったっていう思い出がある曲です。本当に、はい、僕なんかはワーシップの、歌で育っているので、実はあまり賛美歌に馴染みがないというか、なので逆にすごく新鮮で、あ、はい、すごく感動しました。
とうございます。で、小沢さんは、はい、ご自身で曲を書かれて、はい、活動されてるっていうことですけれども、はいはい、どういったきっかけでいつぐらいから音楽を始められたんですか？ですね、細く長くなんですけれども、うん、大学で声楽を勉強 しまして、はい、でその後卒業して、まあ、いろんな活動をしていたんですけれども、その教会で、チャペルコンサートをしたり、それから一般 のコーラスグループに知り合いの方に誘っていただいて参加して、それでそのプロの方のバックのコーラスで歌ったりとか、はい、そういうことをしていまして、で、まあ、結婚を機に、まあ、子育てに専念するというか、はい、一度、そういう活動はストップしたんですけれども、うん、まあ、その子育てをする中で、まあ、1年に2回とか3回とか、うんうん、クリスマスとかには教会に呼ばれてコンサートをしたりとかしていました。うん、この番組に出演してくださった、はい、ね、コパンの、はい、堀井さんご夫妻とも、はい、仲がいいということで、そうですね、はい、すごく、結婚する前に、ね、コンチネンタルズに一回単発で参加させていただいたことがあって、はい、そのつながりなんですね、はい、その時すごくお世話になって、それからずっと、はい、子育てをしながらっていう、はい、そういう方はたくさんいるので ね、うん、そうですね。そしてこの番組を見てくださっている方も、うんうん、やっぱりそういう子育て世代の方もたくさんいるのでね、うん、すごく励ましになるんじゃないかなと思いました。これから歌っていただく、2曲目の歌、はい、まあ、オリジナルの曲ということなんですけれども、はい、これはどういう曲ですか？ですね、夫が牧師を、教会の牧師をしていまして、はい、私たち結婚して12年目かな、はい、になるんですけれども、7月で12年になるんですけど、もうその結婚を してずっとその生活してきた中で、本当に順風満帆じゃなくて、うん、本当にこういろんなことがあって、でその中で一番その夫がちょっと大変な時がありまして、でその大変な時に本人曰く痩せ我慢のような気持ちで書いた曲って言ってるんですけれども、その夫が詩を書いたんですね。でそれに私が曲をつけて、はい、で作った曲です。本当にじゃあ、はい、ご夫妻で作詞作曲ということで、はいはい、じゃあタイトルは、はい、悲しみをありがとうという曲です。はい、じゃあ2曲目どうぞお聴きください。
すように私は願う小さい頃から、歌うことが大好きで、小学生の頃にはですね、友達と地域のカラオケ大会なんかに出演したりしていて、本当に歌が大好きだった自分が、結婚をして、牧師の妻になって、そして子供が与えられて、子育てが始まったという、本当に生活がガラリと変わった中で、いろいろなプレッシャーを感じるようになって、歌うことが嬉しくない、歌うことが本当にできないような時期がありました。正確に言うと歌うことができないというよりは、お願いされて歌ってくれるって頼まれても、それをこうノーと言えないくらい、本当に、自分の中で嫌と言えないくらい、本当に、自分の中で、人に対して自分がこういい子でありたいとか、背伸びをして、いい妻でありたいとか、いい母でありたいとか、そういうことにこうがんじがらめになっていた時期がありました。そんなところから、聖書の一つ一つの御言葉によって私の心が回復していきました。どこかで自分のために歌っていたんだなと思わされて、そこから解放された時に、自分のために歌うのではなくて、この体もこの声も、全てのものを与えてくださっているのは神様であるっていうことを思った時に、その与えてくださった神様のために使うことが一番正しい使い方なんじゃないかなと思わされました。そう思った時に少しずつ心が変えられていって、賛美をすることが本当に楽しくて、神様のことが一番感じられる時になりました。ある、敬愛する先生の葬儀の時に、読まれた御言葉がありますけれども、タラントの、イエス様のタラントの例えのところ、で、その、先生は、よくやった良い忠実なしもべだとイエス様に言ってもらえる本当に忠実な方でしたっていうことがメッセージで語られたんですけれども、私もいつか天の御国でイエス様ともう一度お会いするときに、清えよくやったねっていうふうにイエス様に言っていただきたい、そういうふうに思いました。私はこう本当にこう前に出て何かをするっていうことに恐れを感じていたんですけれども、もしその私の歌っていうものが神様から与えられているものならば、その神様からのギフトを土に埋めておくのではなくて、神様のために使っていくことで、本当にその働きは小さいかもしれないけれども、神様がそれを豊かにして、神様の大きな働きのために使ってくれるっていうことを今は信じています。これからも神様に思いっきり喜んで賛美を捧げていきたいなと思います。次に歌う曲は Go Forward という曲ですけれども
神様の前に一人一人持っているものを、本当に少ないものかもしれないけれども神様の前に捧げていこうという、前に出ていこうという曲です。 Go Forward という曲をお聴きください。神様、私は弱虫で何もできない臆病者です。周りを気にし人の目を恐れ、あなたの前に立つことなんかできないと思ってた。こんな私にI'm not afraid to die.
ありがとうございました。ありがとうございます。本当に2曲とも本当に素晴らしい、感動しました。ありがとうございます。本当にタラントの、たとえからの賛美もすごく励まされて、はい、これからの活動で、はい、ビジョンとかってそういう何か、抱いてることはありますか？はい、今その自分の教会の教団の中の、はい、ジュニアユースの働きでちょっと賛美のお手伝いをさせていただいていて、はい、まあ、それをきっかけに本当に私自身もすごく変えられて、賛美の姿勢だったり、はい、今までそのなんていうのかな、自分がその楽しむとか音楽を純粋に楽しむっていうこととかにすごく罪悪感を感じてた時期があって、うん、だけど本当に神様が作られた音楽っていうのは素晴らしくて、うん、でその神様の作られた音楽をその奏でる時に本当にこう、あ、楽しいとか、あ、嬉しいとかっていうこう思いが今すごく感じることができて、ですごくその働き私にとって大事な働きの一つなんですけれども。ジュニアユースというと、あ、中高生ですね。中高生になるんですね。はい、うん、中高生にのための集会をしている、はい、うん、いるんですけれども、あとはその、まあ、自分もその小学生の5年生と3年生の、うん、子供がいるんですけれども、はい、その子育てをしていく中でやっぱりその子供に音楽の素晴らしさを伝えていきたいっていう思いが与えられていて、うん、教会のお手伝いもしているので、ね、そういう中教会に来たお友達とか、それから地域の子どもたちとか、そのジュニアユース その教団の中高生たちもそうですけれど もう次の世代にその神様が作られた音楽の素晴らしさを伝えていきたいっていう思いが与えられています。うん、なるほど、はい、ね、まだCD は出されてないということで、まだ、はい、出してないです、ね、ぜひオリジナルの CD、はい、曲を、ね、そうですね、何か収めた CD があったら本当に僕も聞きたいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。ゲストの皆さんに聞いているんですけれども、はい、小沢さんにとって賛美とは、まあ、ちょっと先ほど言ってくださいましたけど、はい、うん、やっぱり喜び、そうですね、賛美をしてる時が一番、はい、なんて言うんだろう、神様が近く感じるっていうか、うん、賛美をしてる時がそのなんて言うのかな、神様との一番の交わりの時です、うん、なるほど、はい、本当に賛美の中でしか出会わない、うん、そういう身近な存在での、神様が、はい、体験できるということで、そうですね、はい、ぜひこれからも賛美を、はい、し続けていただきたいなと思います。はい、今日のゲストは、小沢久栄さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いつも番組を見てくださってる皆さん、ありがとうございます。続けて、この番組では皆様からの、リクエスト、そして感想などを、随時募集しています。どうぞ CGN テレビのホームページからアクセスしてくださればと思います。それではまた次週、我が魂の賛美でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。目覚ましが鳴り、目が覚める、今日も生かされていることを感謝する。始めよう。
してくださる主にすべてを委ね